BLCD コレクション高永日奈子原作恋する暴君8。大学生の森永哲弘と哲弘の愛を一身に受ける先輩辰巳宗一、彼らはさまざまな出来事を乗り越え、同居も始め、少しずつ互いの距離も縮まってきていたと思ったのもつかの間、哲弘の初恋の人正木が現れたことから波紋が広がり、さらに哲弘の就職問題が2人の仲をきしませる。俺がやりたくてやったことなんか一回だってねえだろ。恋愛能なのもいい加減にしろ。互いにすれ違い、言葉の刃が大切な人を傷つける。先輩の心は固くなだ。でもそんな心が悩んだり戸惑ったりしながら少しずつほどかれて、俺に近づいてきてくれてる。そう思ってたし、それが嬉しかった。でも違ったんだろうか。全部ただの錯覚だったんだろうか。好きだからこそ戸惑い、悩み、それぞれの思いが溢れ出す。2人が出した結論は、哲弘と宗一、2人の関係が一つの節目を迎える。今回も宗一に何度打ちのめされても立ち上がり愛をぶつけてくる。心はピュア、体は横島な森永哲弘を鳥海浩介。体が横島なのは俺だけじゃないですよ。ああ、いっぺん地獄の淵覗いてくるか。え、ああ、すでに何度か覗いてきてますって。こんな乱暴者でわがままですっごい暴君ですが、本当はとってもキュートな先輩辰巳宗一を緑川光る。あっ、キュートとか言うな、気色悪い。殴るぞ。あたたた、もう殴ってるじゃないですか。森永の兄国広を成田健、俺の預かり知らないところで妹かな子に近づく男磯貝太一郎を関俊彦。はあ、また俺の知らないところで磯貝さんと会ってるんですか。あっとらんわ。それよりお前の方はどうなんだ。正木なんたらってやつとはその後会ってるのか。え、ああ、先輩、もしかして嫉妬して。あれ、星にでもなってる。ああ、発売は2017年9月29日。全国のアニメイト並びに書店、CD ショップにて。価格は税抜き3000円。この CD が売れたら最新の分離機ムービックに買わせよう。そんな無茶苦茶な。って星になったんじゃなかったのか。はい、先輩とはまだまだもっと分かり合いたいので、星になってる場合じゃありません。勝手にしろ。それじゃあそろそろ締めるぞ。はい、一歩先のエンターテインメントムービングオン。